皆さんこんにちは、 DJ のセナです。本日の動画なんですけれども、 DJ のブッキングをもらう方法についてお話をしたいなと思います。ブッキングっていうのは、イベントがあって、そのイベントに呼んでいただけること、オファーをいただくことなんですけれども、具体的な方法をですね、あんまり公になってないというか、実際私がしてきたことっていうところをお伝えしていけたらなって思います。っていうのは、結構独学とかで DJ を始める方も多いと思うんですけど、やってはみたものの、例えばイベントにちょっと出てみたいなとか、そういった時にどうやったらそのイベントに呼んでもらえるのかがわからないとかって思う人がたくさんいると思うんですね。実際私もそうでした。私がやったことを今日はお話ししていきます。私はですね、もともと DJ のスクールに通っていました。だいたい期間は3ヶ月ぐらい、週に1回か2回ぐらい講座を受けていたっていうような感じです。で、そこのスクールはもともと上達していったらクラブデビューできますよみたいなスクールだったので、私のクラブデビューっていうのは、そこの懇親会みたいなやつで DJ をしたのが始まりでした。結果はほんとボロボロの DJ で、誰もこの瞬間音を聞かないでほしいって思うぐらいすっごく緊張して、1週間ぐらい前からほんと寝れなくて、その日何をかけようかなとか震えながら考えていたことを今も鮮明に覚えているんですけど、本当に震えましたねその時はそこのスクールの先生に言われたから出たっていう感じなので、それは必然的な話なんですけど、そこのスクールでは出れるとしてもハウスとか EDM とかポップスとかが中心のイベントが多かったんですね。私自身は結構ハードコアとかドラムベースとか、そういうジャンルが好きだったんですよ。で、そういうジャンルで DJ をしたいなって思って先生に相談したんですけど、なんか自分でそのクラブを探してくださいと言われて、で、わからないなと思っていろいろ自分なりに調べたら、たまたまそのハードコアのイベントっていうのを見つけたんですね。で、私はそのイベントずっと見ていったら、主催者の人がツイッターやってたので、で、ツイッターのその人の周りの人とかも片っ端からフォローさせていただいて、そのフォローをしてフォローはしてくれた方に DM でメッセージを送って、私はDJ 駆け出しのものでみたいな、これぐらいしかできないんですけど、いつかはハードコアとかを使って DJ をしてみたいですっていうのを送ったら、その中の一人の心優しい方がですね、メッセージ返してくれて、それだったら自分のイベント一回遊びにおいでよって言ってくれて、で、私は一人でもいいですかなんて聞いちゃって、全然一人でも来てる人もいるしって言われて、すごく安心したんですけど、で、それで一人でクラブに行きました。で、その時に主催者の方とご挨拶して、もう一度私の思いを伝えたら、やる気があってすごいいいねなんて言ってもらえて、その時満足して帰っちゃったんですけども、そこから特に何もなかったんですよ。いわゆるなんていうか、こうその場ではね、やっぱりそういう話には合わせてくれたんだと思うんですけど、やっぱり私も実力が全然なかったですし、やっぱ技術量もそうですしね。ただ私はその時に思ったのは、クラブに一人で行けたっていう感覚がつかめたというか、行けたっていう実績が解除されたので、そこから一人で結構クラブに行けるようにもなって、で、いろんな方とお話しするようになる中で、で、君はなんかお客さんとして来てるのみたいなこと一回言われて、いや実はって DJ もちょっとやっててって言ったら、たまたまなんかその人がイベントをしてるから DJ をやるみたいな、私はジャンルはこういうのでやりたいですって言ったら、じゃあちょうどぴったりだよって言われて出させてもらったんです。一番初めはその時にイベントでオープンぐらいの時間だったんですけど、で、オープンの時間っていうのは結構こうまったりした曲とかそういうのを普通は流すんですけど、私がやったのは自分はハードコアが好きだからっていう理由で、お客さん全然入ってないのにハードコアガンガンにかけてて、もう頭おかしいんじゃないのみたいな感じで、今だったらなんか思われそうな感じするんですけど、当時はもう本当わからなかったので、自分でかけたい曲をバンバンかけるみたいな、それでなんか自己満足に浸ってたんですよね。でも観客誰もいないみたいな、なんじゃこれとっていう感じなんですけど、でもやっぱり自分の好きな曲で DJ ができたっていうのはすごく楽しかったですし、全然お客さんはねいなかったんですけど、
その時にそこのクラブの、まあ、ブッキングマネージャーみたいな感じの方がいて、たまたま私の DJ を聞いてくれてて、今のあなたみたいなことを言われて、そうですって言って、オープンの時間にハードコアって結構やる気あんねんみたいなことを言われて、で私も ありがとうございますなんて言って、その時に私実はあの DJ 駆け出しなんですけど自分語り始めちゃって、その時にそうかそうかって言われて、じゃあイベント呼ぶよって言われて、だから番号交換しようって言われて、で交換したんですね。でその後にちゃんと連絡が来て、またちょっとイベント出てよって言われて、そっからですね、なんかだん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 とこうブッキングがもらえるようになったんですよね。ほんと紹介みたいな感じで。なので私としてはそこまでなんかめちゃくちゃいろんな活動をしてたわけではなかったんですけど、ひたすら自分のアピールをたくさんいろんなところに行ってしていって、自分の実力もだんだん練習して底上げしていってっていうのがあったから、イベントもいろいろ出れたんじゃないかなと思ってます。ただまあ今はちょっとコロナっていう状況もあって、なかなか活動的にはなるのは難しいかもしれないんですけど、チャンスは絶対にあるので、本当に DJ のイベント出てみたいっていう方がいたら、私も全然サポートできるところはサポートしますし、ぜひあのコメントとかメッセージいただけたらななんて思うんですけど、本当にやる気になれば何でも叶うんじゃないかなって思った瞬間でもありました。今私が DJ を7年続けてるっていうのも、そういう紹介とか自分がこうなりたいっていうイメージがあったので、それを単純に続けてきたきっかけが今になるっていう感じなので、誰でもできます。願いは叶うっていう感じですね。イベントいつか出てみたいなっていう方は、ひたむきにやっていくと絶対に何かこうゴールが見えるので、それに向かって頑張ってほしいですし、私もこのあなたをすごく応援してますので、一緒に頑張っていけたらななんて思ってます。ということで、まあ、今回ちょっと長くなってしまったんですけれども、何かの参考になりますと嬉しいです。ということで皆さん、今日もありがとうございました。DJ スノでした。